皆さん、こんにちは。今日はね、2021年7月8日、木曜日でございます。私はね、今ね、京王線のね、京王八王子駅にね、起きております。で、これね、今ね、ちょうどね、ここにいるので、これね、この京王八王子駅までね、今ね、京王ライナーとして、ね、走ってきた列車なんですかね。これね、この京王八王子流れの京王ライナーっていうのはね、これ基本ね、折り返し回送列車として、ね、発車していくんですね。これね、朝の上りの京王ライナーとかだったらね、終点新宿に着いた後ね、折り返し各駅停車桜上水行きとかね、折り返し快速若葉台行きとかね、これまたね、面白い列車なんですかね。そういうので走ったりもするんですかね。これね、クレーンライナーっていうのはね、終点に着いた後っていうのはね、これね、基本ね、回送としてね、折り返していくんですね。でもね、これね、この列車ね、この後ね、どこに行くのかね、ちょっと気になりませんか？これね、車両基地にね、そのまま入っていくのかね、はたまたね、どっか別の場所に行くのかね、ちょっと気になりますよね。なんで、今回はね、このね、回送列車をね、ちょっとね、尾行、要はね、ストーキングしていきたいと思います。ではね、皆さん、よろしくお願いします。ではね、これ多分もうちょっとしたらね、この列車ね、回送列車として発車すると思うんで、この列車をね、ストーキングしていきたいと思います。せーの、回送列車がね、発車してきました。もう、これ、終わってくれって感じなんですがね、これね、もう発車した列車をね、止めることはできません。なんで、あとはね、もう、この列車はね、6日目でね、追いつくしかありません。待ってくれ。ほんとね、そんな感じなんですかね、これからね、一生懸命ね、この列車をね、追っていきたいと思います。行っちゃったよ。ではね、もうこれね、鉄の力を使うしかないんで、ね、とりあえず私はね、これね、反対側の方に止まっていたね、各駅停車にね、乗り込みたいと思います。そして、ね、多分もう少しね、この各駅停車も後を脱車すると思うんで、早速ね、ストーキングを開始していきたいと思います。そして、ね、列車ね、京王八王子駅を発車。楽しいストーキング旅のね、始まり。そして私のこれ今乗ってるのこれ各駅停車なんですかね。これね、今皆さんでも思われた方もね、いるかもしれませんがね、各駅停車なんかで、回送に追いつけるのかよってね、思われた方もね、いるかもしれません。でももちろんね、各駅停車のままではね、回送列車に追いつくことはできないんでね、もうまもね、列車ね、京王八王子の一つお隣、北の駅にね、到着するところなんですがね、ここにね、準特急との接続があるんで、私はね、この回送、この各駅停車をね、乗り捨てで、準特急に、ね、乗り換えたいと思います。私ちょうどね、向かい側のホームにね、準特急が止まってましたね。ではね、私はね、この駅で、ね、向かい側のホームに止まってるね、準特急にね、乗り換えたいと思います。そして列車で、ね、北の駅に到着。そして、これね、多分すぐ向かい側の準特急発車すると思うんで、これ、ね、急いでね、向かい側の準特急にね、乗り込みたいと思います。そして、ね、これね、どうせ全面展望を撮りたいんで、前に車が来たんですね。そして、乗車。そして、列車ね、北の駅を発車。そして、これ、ね、今、準特急に乗り換えたんで、さっきの各駅停車よりね、断線で、ね、一気に、ね、前の回送列車とのね、距離をね、縮められると思います。そして、これ、ちょうど雨が降ってきちゃったんで、これ、ね、洗面展望で、見にくいんですかね。これね、まもなくね、列車ね、北のね、次の停車駅、高畑不動駅にね、到着するんですかね。これね、もしかしたら高畑不動でね、隣のね、5番線ホームにね、さっきね、出発した回送列車がね、止まってるんじゃないか。そして、いましたね。いますね、あれ。そして、これね、このね、右側の写真がね、僕さっき京王八王子駅で、ね、撮影したね、回送列車の写真でね、これね、左側の写真がね、この後ね、高畑不動駅で、ね、撮影したね、さっきの回送列車の写真なんですかね、これね、私ね、この車番をね、写してるんですかね、この車番のね、一番右側の数字がね、同じ車両っていうので、これ同一の車両ってことなんですよ。でもこれ見るとね、右側のね、京王八王子で撮った写真ね、ちょっとブレてるんで、ちょっと見にくいかもしれませんがね、どちらもね、一番右側の数字がね、6って書いてるのがね、分かると思うんですよ。だからね、これは正真正銘、どちらも同じ車両。だからね、つまりね、高畑不動でね、今ね、左の方に止まってるね、列車ね、正真正銘、さっきね、京王八王子駅をね、発車していったね、回送列車ということです。いやでもね、ここでね、これ1回目のね、追いつきね、これ成功しましたね。これね、ではね、私はね、この高畑不動駅で、この乗ってるね、準特急を乗り捨てたいと思います。
そして列車はね、高畑堂駅にね、到着。そして、私はね、準特急をね、乗り捨てることにしました。そしてね、今ちょうど右側に止まってたので、さっき京王八王子を発車していったね、車両。そして、これね、これを見たらね、一目ね、さっきの車両だってね、わかることがね、できます。っていうか、この車両ね、これはですよね、2020年にね、装備された車両ですよね。この京王新五線系っていうのはね、これね、2017年からね、走ってる車両なんですけどね、これ基本的にね、一番最初のね、トップナンバーの車両からね、5番目にできた車両までがね、これね、2017年製なんですけどね、これね、6本目のね、新五線系はね、2020年にね、装備された車両なんですよね。これ実際私ね、京王八王子でね、これ気づいたなんですかね。そうですよね。でも、ここ最近はコロナの影響でどうなのかわかんないんですかね。最近ね、京王ライナーのね、需要がね、増加してってね、これ2022年にもまたね、1本追加するみたいですからね。お、そしてね、これ回送列車がね、発車していくみたいですね。そしてね、回送列車がね、高畑堂駅をね、発車していきます。これね、やっぱね、まだね、さっきのね、京王八王子に乗った各駅停車ね、高畑堂についてないんでね、各駅停車のまま乗ったんだらね、これね、この列車にね、追いつくことはね、できてませんでしたね。これね、準特急に乗り換えたからこそね、追いつくことがね、できました。そして、回送列車がね、どんどん発車していきます。そして、このね、高畑堂駅っていうのはね、私の動画では、ね、何度もね、紹介してるんですかね。駅に隣接してね、高畑堂の検索っていうね、車両基地があるんですがね、これね、車両基地にね、入るのかなってね、思ったんですがね、これね、この人はね、どうもね、本線をね、進んでいくようです。ん?これはね、この先ね、どこに行くかね、ますます気になりますね。ではね、引き続きね、あの列車をね、尾行していきたいと思います。で、これ尾行していくんですがね、これ次にね、やってくるね、さっきね、北に乗り捨てたね、各駅停車なんですけどね、その各駅停車に乗ってもね、結果的に追いつくことはできるんですがね、この一本後の特急に乗ってもね、変わんないんでね、一本、次の各駅停車で見送ってね、一本後に特急に乗っていきたいと思います。そしてあの後ね、一本各駅停車を見送ってね、そして、ね、今回私が乗車するね、特急がやってきました。これやってきたね、特急にね、乗っていきたいと思います。さて次はね、どこでね、さっきの回送列車にね、追いつくことができるんでしょうか。ではね、私はこの列車にね、乗っていきたいと思います。そして、ね、私が乗車したね、特急がね、高畑堂駅を発車して、発車していきます。そして、ね、ああいった回送列車との差をね、これからどんどん縮めていくことでしょう。そう、列車はね、まもなくね、府中駅に到着いたします。それから府中駅まではね、これ、ね、さっきの回送列車がいてね、その後ろに一本各駅停車を挟んでね、この特急がいたんでね、もうね、各駅停車がね、回送に追いつかない限りはね、これね、この列車が、ね、回送に追いつくことはできなかったんですがね、ここの駅でね、前の各駅停車を追い抜くんでね、ここから先ね、いつね、回送列車を追い抜くかの、追い抜くのかね、わかりません。そして、またね、一気にね、回送列車とのね、距離をね、縮められると思います。そして列車ね、府中を発車した後ね、思いっきり疾走してきます。そして間もなくね、通過する駅がね、これね、味の豚スタジアムなんかが近くにあるね、飛び立ち駅って駅なんですけどね、ここでね、追い抜きました。前の回送列車。いやーね、このね、高畑堂に見送ってからね、結構来ましたがね、ここでようやくね、回送列車で、追い抜くことができましたね。そしてこうやってね、次の特急停車駅のね、調布とかで降りて、ね、回送列車を見てもいいんですがね、そしたらね、本当にね、回送列車に、次ね、追いつくことがね、ちょっとできたかちょっとわかんないんでね、このままね、この列車にね、乗ってね、目的の駅まで、ね、行っちゃいたいと思います。そして私はあの後ね、ずっとね、この特急に乗って駅ね、これただいま到着した駅はね、終点の新宿駅。ね、もちろんね、私はね、この新宿駅で、ね、降りたいと思います。そして私はね、終点のね、新宿駅まで、ね、この特急に乗ってやってきました。そして、これね、本当に、新宿まで来ていいのかよって、ね、思われたかもしれませんがね、これね、これね、到着したね、お隣のホームのね、電光掲示板をね、見てみるとね、これちょっとね、見えないかもしれないんですかね。これね、今ね、ちょうどね、この2番線にやってきたね、この列車の次にね、2番線にやってくる列車がね、これね、京王ライナーって書いてるんですよ。19時発のね、なんで、この19時発のね、京王ライナーをね、少し待っていますか?そして私はね、あの後ね、しばらく待ってね、そして、ようやくね、京王ライナーがね、やってきました。
でね、まあ、ここでね、まあ、こうやってくる車両っていうので、まあ、よくね、まあ、見といてほしいと思います。そして、まあ、これね、やってきたね、形式はね、当然ね、KO ライナーですかね、KO の新5000系。まあ、これはね、まあ、もう決まったことなんですかね。まあ、これね、よく見るとね、これね、今わかりましたかね。一番ね、前のところで、ね、一番ね、まあ、こう右に書いてる数字がね、6って書いても見えましたか？そう、この列車ね、正真正銘、さっきね、KO八王子で見送ったね、回送列車。そう、まあ、この回送列車っていうのはね、もうさっきね、17時に、ね、まあ、新宿を発車したね、KO ライナーなんですがね、この列車ね、一回KO八王子に行った後にね、まあ、これね、まあ、折り返し回送としてね、もう新宿まで行きね、そして新宿がね、また19時発のね、KO ライナーとして、ね、走るんですね。そして今日ね、本当にたくさんの人がKO ライナーに乗るみたいでね、席はね、ほとんど満席のようです。そして、まあ、これね、まあ、ここでね、まあ、行き先表示幕を見るとね、まあ、さっきまでは回送と表示していたね、行き先表示幕ね、もうね、これね、KO ライナー八王子というね、行き先にね、もう変えております。そしてね、まあ、これね、車内テーマをね、もうバッチリつけてね、いや、ね、ほんとね、まあ、これすごいですよね。まあ、KO ライナーの運用というのはね、まあ、これ一回きりではなくね、まあ、終点に着いたらね、回送として、ね、運んだ後ね、もう一回ね、また別の運用にね、もうつくんですね。いやー、面白い。そして列車がね、まあ、折り返しね、KO ライナーとしてね、新宿駅をね、発車していきます。まあ、この車両にとってね、まあ、今日はね、これはね、まあ、本日2度目のね、夜のライナー運用ですかね。まあ、これね、またまたね、KO の看板列車として、KO 八王子まで、ね、頑張ってくださいって、まあ、そうね、エールを送りたくなってくるものです。まあ、ではね、まあ、この動画はね、まあ、この辺までにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いします。ではね、動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。